元気ないわね。最近ネットの書き込みが気になって。情けない。周りの評判なんて。バッサリ切っちゃいな。ガツガツ。明日に向かって食べる小池屋ストロング。バッサリいっちゃいます。いらっしゃい。はい、ひょっこりはん。キレがないわね。僕このままでいいのかな。人生ひょっこりじゃなく、がっつり生きな。ガッツー。明日に向かって食べる小池屋ストロング。ガッツリはん。うん、そういうことじゃない。いらっしゃい。はい、ひょっこりはん。キレがないわね。僕このままでいいのかな。人生ひょっこりじゃなく、がっつり生きな。ガッツー。明日に向かって食べる小池屋ストロング。ニューひょっこりはん。誰。強い言葉を、うん、お願いします。はい、お願いします。オニオンサワーもあれ美味しかった。ストロングの食べてみて。はい、ひょっこりはん。
もやっぱりあれですかね、そのお客さんに対してガツンとカツを入れるっていうところがすごくこの CM の、まあ、見どころなのかなと思います。はい、そうですね、本当にこうすごく濃厚で刺激的な味わいですね。すごくこう美味しいです。大人の人がお酒と一緒にこう楽しんだりとか、大人の人に絶対味わってもらいたいみたいな感じですかね。そんな味がします。私はこう仕事で疲れた時とか、そういった時にガツンと刺激的なものが欲しい時に食べたいですかね。私は何ですかね、やっぱり体を動かすことが好きなので、最近はハンモックヨガみたいなものをやっていて、そういうのにハマってますかね。そういうのでこうストレス発散したりとかしてますかね。結構前からあるんですけど、私が最近始めて、それがすごくこう気持ちいいですね。天井から吊るしたハンモックを使ってヨガをするっていうのが、それを始めました。はい、そうですね、何かなと思ってさっき考えてたんですけど、今日の朝、今日一日この CM の撮影をしていて、朝たくさんこう支度場所に食べたことない小池屋さんのポテトチップスがいっぱい並んでたんですよ。テンション上がっちゃって、全部あって、みんなスタッフさんと一気に食べて、刺激的な朝でした。水川あさみです。この度小池屋、小池屋ストロングの CM に出演させていただくことになりました。小池屋ストロングは濃厚で刺激的な味がこうやみつけになります。私も大好きな味なので、ぜひ味わってみてください。